はようございます。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はドラゴンクエストライバルズやっていきましょう。怒り絶望で追い尽くしてやろう。でマッチングバトル地獄の苦しみを与えてやろう。終わったらカードパックの開封もしていこうと思います。まずは先生、相手もピサロさん、よろしくお願いします。先行か。6の交換の方がいいよね。4リビングデッド、うん、何にするか。何にしよう。笑い袋出てるけど出せないから、まあ、テンションだよね。相手は、お相手さんは、まあ、どうするんだろう。あー、やっぱテンションか。いでよ我が血族ピサロナイト。無だ。さあどうしよう。2全てを無。スライム、笑い袋でカード引いてスライムいけるよね。オッケー。これでもう一個、お、スライムがもう一体いける。ウォール8000、これで完了。相手のターンです。何にするか迷うな。ゼロコストで出せるモンスターいいですよね。ウォールにはなってるし、あ、倒されちゃう。痛い。無だ。全て MP3。 何がいいかな。3か。骸骨いけるね。もう一回笑い袋にして1枚引く。お、ウォールになる。テンション上げる。終わりだね。これで攻撃入れて私のターン。はい、コスト10か。出てくれたのは嬉しいけど、まだまだ使えない。まだまだ使えないよ。痛い。無だ。全てを無。おっと、5でしょ。これだね。よし、これでミイラ男が出る。ピサロナイトを出す。ウォール完璧できた。相手攻撃して OK。 私のターン。お相手さんだ。場にいっぱいモンスターがいると安心します。次はな、漆黒の世界。マイナス2ずつだ。いやー、倒れちゃった。2体。痛い。まずい。何にするか。これ痛いね。キラーパンサー。骸骨か。闇の束縛。闇の束縛して相手を倒す。骸骨出す。テンション上げる。2。攻撃で終わりかな。はい、全てを無。次のターン出せるのがキラーパンサーでしょ。場に出てくるか。あ、どうするんだろう。これ迷われてるとドキドキしますね。迷われてるとめちゃくちゃドキドキする。何出てくるかな。いやー、マドハンド2体召喚する。 MP 蓄えか。出たね、ウォール。ロックとウォールになってるな。私のターン。コスト MP7 でしょ。いける。漆黒の世界。よし、3体なくなる。後ろから攻撃を入れてリーダーにも攻撃ができる。1体がいるからこれでしょ。で死亡時2体。テンション上げる。で終わりかな。何にするか。マドハンド
今倒せなかったら6体違うな、5体か。マドハンド、うわー、ブラッドハンド、なんか増えた。これテンションだよね。もう一個溜まってたらもう一箇所ピサロナイトで埋まっちゃうところでしたね。痛い私のターン。痛い。次 MP8、 どうしよう、使おう。マイナス2で倒れる。よし、テンション上げる。ピサロナイト使うで攻撃いく。終わりだね。どうかな、回せてはいるけどまだまだ次は9か。迷っていらっしゃいますね。1テンションでピサロナイトを出してくる気がするんですけど、違うかな。いやー、そっちか。うおー強っ。私のターン。確か幻影とかでダメージ入れるところ変えるんだよね。ここで出せた。よし、みんなにマイナス3とプラスでしょ。どこに当たるんだろう。惑わされて、そっちかー。惑わされる、痛い。あ、でも倒せた。影が一体残りましたね。攻撃用はないけど落としておきたかったな。見せてやろう。デスピサロに進化する。きた来た、まずい。回復もしてる。デスピサロ怖い。直接攻撃だよね。貫通、うわー、すごいな。これで私のターンだ。こちらのターンです。どうしよう、銃でしょ。オーガラスかな。死亡時カード1体引けるで、キラーパンサー置いて、うん、これでウォール作る。攻撃とテンションでターン終了。よし、怖いピサロ対デスピサロになってる。音楽も変わって BGM が怪しいね。バラムス、うわ、テンション上がる感じだけどまだなんだね。こっちに来ますか、こっちに来ますか。痛いね。キラーパンサーがボール破られる。で反撃で終わりと。勝てました、ありがとうございます。レベルがアップ、スタンダードパックチケットもらいます。2個ゲット。ではカード引きに行きましょう。ショップから。今回も前回引いた時はレジェンドカード出たんですよね。今回も引きたいな。10パック行ってみましょう。緊張の1個目、1パック目はないね開けてこう。こんな感じで出ました。メタルハンターがいるね。2パック目、これも通常だ。んアリーナカード、魔法の壺もゲットしてる。誰のカードだろう。こんな感じで次が4パック目。まだ出ませんね、光ってるのがないや。出たカードはこんな感じ。人面獣 HP1 回復。まだ私使ったことないんですよね、人面獣カード。
HP の回復があるから気にはなってるんですけどね。次は5パック目。ここに星2がある。出るのはキングリザード。コスト下がる。あ、ドラゴン系か。揃えてもよしかなと思ってるんですが、まだなんとか系とかゾンビ系とかドラゴン系とかスライム系とか揃えてないんですよね。7パック目。不思議なタンバリン。ベホマラーが出てるね。8パック目。気になるのは、お、クイーンスライムが出てる。ここに星2がある。なんでしょうか。アラクレ叫び。31の速攻アラクレを3体出す。なんか結構召喚系のカードもあるんですね。まだ持ってないのも多いけど、増やして使ってみたいです。アリーナカードも2枚ありましたね。こんな感じで10パック引けました。特技系のカードも結構出た感じになってます。ということで今回もドラゴンクエストライバルズ遊んでみました。やっぱり楽しいねということで最後まで見ていただいてありがとうございました。今日も一日元気に過ごしましょう。それではまた See you!